不動明王の真の力を引き出すため、我ら戦う覚悟はできたか？オッケー。ああ、もちろん。僕もボーイも本気で行くよ。良い目だ。では行くぞ、月並みトーマ。ボーイはめっちゃあくびしよるけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ、この未来の世界のキークエストをやっていきますか。ってことは、とりあえず目覚めよ不動雷鳴拳。これか。覇者の力を引き出すための試練を受けることになった妖怪探偵団。妖精拳の使い手であるトーマの試練の導き手は未来の霞台にいるようだが。あ、もしかしてあの時境内におったやつかな。誰かよくわからんかったけど。ということは、霞台に飛びますか。未来の、間違えた。未来の霞台。霞台店。違う。妖怪探偵団事務所。はい、ワープします。一気に増えたね、雲外鏡。はい、来たー。多分アッコン立っとるやつやろ。ほら。誰？あ、ジータンおるやん。ボーイ、チョコボーイ好き。チータンいっぱいあげるだぜ。あ、不動明王ボーイか。チョコボーだったらいくらでも食えるぜ。不動明王ボーイも好きなんやね、チョコボー。それにしてもトーマのやつ、遅えな。そろそろ来てもおかしくないんだけど。あ、トーマで話しかけろってことか。なるほどね。ということは、トーマ。あ、それぞれの人物で話しかけんといかんってことかな。はい。めっちゃ盛り上がっとる。不動明王ボーイが試練を導くものなのかな。チョコボー先輩。チョコボー先輩。ダチー。ボーイ頑張れ。チョコボー食って強くなれだぜ。なぜ先輩に。トーマじゃねえか。お前もチョコボー食べるか。うまいぞ。僕はいいかな。ちょっとボーイに話があってさ。もしかしてあれか？覇者の力とかいうやつ。うん。そう。その力の試練のことで来たんだ。やっぱりボーイが僕の試練を導いてくれるんだね。試練なんだけどな。俺様的にはやんなくていいと思うぜ。え、でも行けんなるやん。この俺様がいれば空泣きなんてぶっ倒せるんだから必要ねえって。待て。そんなはずがあるか、アホめ。誰？おお。勢ぞろい。出た。よう、ベイビーちゃん。俺たちが説明してやるよ。トーマ、お前の試練ってのはズバリ、最強の剣魔人、不動明王を目覚めさせることだ。あ、ボーイではダメだと。脅威召喚もできない小僧の状態じゃ、こいつを最強とは呼べねえってことよ。じゃ、成長するの？だから。じゃ、ボーイのための試練でもあるわけだね。脅威召喚なんかできなくっても、俺様はイケイケの最強だっつーの。なあ、トーマもそう思うだろ？試練なんて必要ない。あるんだよ。いや。不動明王、僕からも頼むよ。僕が最後に不動明王を憑依させたとき、君は全ての力を使って僕らを守ってくれた。だから今度は僕に、君の力を取り戻させてくれ。うん。一緒に試練を超えよう、不動明王。そして、最強を超える力を手に入れよう。トーマ。いいぜ。そんなこと言われたら俺様だってやる気出すしかねえじゃねえかよ。でもこの間抜けなキャラがなくなるんか寂しいね。やっとその気になりやがったか。じゃあ俺たちもテストアウトするかね。うん。最強を超えるつもりならお前たちが全力で戦える相手が必要だろ。ん？ここと戦うの？そなたらの本気を引き出すにはより多くの力が必要。ならば。いいだろ。我ら全員で相手になろう。勝てんやろう。大丈夫なん？うん。不動明王、そしてトーマ、最強の力とやら、我らが引き出してやろうではないか。ここで戦うんすか。なんじゃら二人でかかってくるがよい。いつでも相手をしてやる。え、一気に？一気に四人を相手にするの？剣舞魔人たちに戦いを挑もう。ふぃー。どうした？不動明王は戦うのか？戦いの準備ができておらぬようだが。ああ、バトルメンバーに入れんといかんのか。行くぜ。うん、不動明王の真の力を引き出すため、我ら戦う覚悟はできたか。オッケー。ああ、もちろん。僕もボーイも本気で行くよ。良い目だ。
では行くぞ、月並みトーマ。ボーイはめっちゃあくびしよるけど。二人でなの、これって。はぁ、来たよー、四人。あ、辛い、ほら、やっぱり二人や。不動明王、なんちとこうして。おう、この血の騒ぎ、昔の喧嘩を思い出すぜ。お前ら全員ぶっ飛ばしてやるからな。なになになに、憑依召喚、誰が憑依したの、全くわかんないけど。誰も憑依してなくない。あー怖い、ちょっと待って、つらい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 。やられるやられる、これはやられるぞ。なんか一斉にやられるぞ。ちょっと待って、持ち物ほんのり違うんだよ。ちょっと体力体力、ほんのり少し、すごく。もぐもぐジャイアント、よし。ちょっと待って、あの不動、痛い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 。あー、ふざけんなよ。あ、もしかしてこれあれ、入れ替え、不動明王に切り替えることできないってこと。いや無理なんですけど。見事だ、月並みトーマ。ちょ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 、無理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 。え、死ぬよ死ぬよ、私死ぬよ。かなり回復、すき焼き弁当。いや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 、あの不動明王ボーイで戦ってます。いや、怖い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 。え、ちょっと待って、一気に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 、足回復しかしてないって。私回復しかしてないって。そこそこ。宇宙ドーナツ、はい。めっちゃ微妙やん。痛い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 。さすが頭とか狙える場合じゃないし、マジで。なんじらの力、しかと受け止めた、しかと受け止めたはいいんやけどさ。お前ら強すぎんだろ、はこっちのセリフです。こっちのセリフです。ほら、もう全然回復できないから。待って、その辺の。ちょ、待って待って待って、回復するから、回復するから、ちょっと待って。そしてそれを撃つ。経験値アップ。ちょ待って、容器吸い取る、容器吸い取る、吸い取る吸い取る吸い取る。はあ、怖いわ。はあ、あ、でもボーイめっちゃ戦ってくれとったんやね、ありがとう。ふう、怖かったぜ。これで、すっげえ、なんだこれ、今までの戦いで一番面白かったね。強いからね。おめえらもなかなかやるじゃねえか。久しぶりに本気ってやつを思い出したぜ。どう、でかくなる。今なら本当の力が出せる。トーマ、俺様と戦ってくれ。また戦いか。ボーイ、わかったよ。僕も本気で君に挑もう。あ、じゃああれか、手持ちから、外さんといかんってことか。多分。ん？おいおい、この俺様相手に戦うってのになんでメインメンバーに入れてんだよ。やっぱり？な！よ、トーマ、俺様の本気を見る格好はできたか？はい。よし！じゃあ始めるか。行くぜ。今まで待たしちまったな、トーマ。剣舞魔人としての使命、果たす時が来たぜ。びっこじゃなくな、おー、すげえ、急激におっさん。また会えたね、不動明王。あ、キャラがすっかりと。雷光電撃の武神、不動明王。我こそは剣舞魔人、不動明王。あー、さあ、月並みトーマよ。我が試練を超えてみせよ。キュートさがなくなった。ボーイ、いいギャグキャラやったのにな。まあ、とりあえず頑張ってこう。バトルスタートー。早速、憑依召喚。誰で行けばいいんかな。アシュラ、ゲンブ、スザク。不動明王っていうけん、なんか性質がよくわからんねよね。ビャッコ使おうかな。ちょ、待って、全然合わせれんし。ちゃ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 。ムカつく。あ、いける。ゲロや、もうアシュラでいいよ。アシュラ。そ
行くぜ。豪炎覇王、どこ行った？豪炎覇王陣。ごめんね、なんか他の子の技と被ったけど、見せ場を奪ってしまってごめん。いやーちょっと危ないこれは。痛い。豪華アタック。痛い。待ってどこ行って、あ溶けた、早い。超早い。あ、やっぱこれも塔まで戦うしかない。それぞれの何試練をそれぞれのキャラでやっていかんといかんってことか。あの妖怪たちに切り替えることができん。ちょっと待ってね、これ近くでやらんって意味ないやつや。そういうことや。妖気剣ペイ、どう？あ痛い。でもこれ溜めたまま動けんっていうのが、でも一応前には飛び出せるのか。あーどっか行った、イエイ。結構体力あるな。ちょ遠い、てい。休憩だ。いや休憩しないで。休憩しないでください。回復。あー痛い。あやめて。はい、陽気剣3やけんね。ヘイ。お、なに？役立ちそうなアイテムありがとう。痛い。ちょっと私が今ため、あ、ふゆくん。はい。あー、メラメライオン。何が届いた？ご活用します、ありがとう。あ、回復や、回復助かる。はい、オッケー、いく。待って、陽気吸い通る、陽気吸い通る。さすらい玉出現。どこ。ちょ、助けて。さすらい玉どこ？あった、そこ。ほい。あー痛い。あ、これもしかしてあれ、あのサブの妖怪たちを入れ替えることもできんってことか。辛い。は。痛い。もう一回、これ何？これパワーアップかもしや。ほい。あ、全然やった。へい。ちょ、待って。ああ、一人の時、天使ステータスアップ発動。やめてください。ちょ、一人になるのきついって。あ、やばい。めまいが。耐えて。てか、ほら、あの、宇宙ドーナツ。入れ替えできるんかな、どうなんかな。痛い。あーちょっと待って。はい、必殺ゲージマックス、憑依召喚。で、憑依召喚からの白虎はどうしても出たくないのね、玄武にする。よっしゃー、ちょっと待って、遅い。ほっ、痛い。宝典南国残ステイ、どうよ。ちょ、逆。ふぅ、待って、体力回復。へい、水神ギリー。でも相手あれやんね、雷やん。石部号、あー溶けた。待って、何、回復なの？彼メンバー交代はできんのかな、出せるんならちょっと違うわ。あ、四天童子出てきて。ふう、あれなんか交代みたいなの自動的に出てこんかったよね、自分でやらんといかん。痛い。あ、これあれか、必殺技のゲージのやつや。憑依召喚。褒められてやる気アップ。四天童子も褒められてやる気アップするんやね。はい、スザク。行く
生蒼天十字章。へい、どやどやどや、蒼天山。あ、神速アタック。ちょ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 、助けて。ピロンピロンなってる。ちょ待って、またメンバーさ、ウリボーも出しとこう。一人じゃね。はい、うトーマが切れた切れた、力が切れた。よし、みんな頑張ってくれ。これは、お、痛い。あー待って、危ない。これ、お、主天童子がやっつけるという。ミッションコンプリート。そこ私に譲れ。ふう、よくぞ我の試練に打ち勝った。今こそ我はお主の力を認めよう。一番強かったね、不動明王この中で。我が力の封印を解き放ち、真の使い手に宿さん。いでよ、不動雷鳴剣。おー、これでやっと全部。不動雷鳴剣、不動雷鳴剣が力を取り戻した。剣舞魔人不動明王を憑依召喚できるようになった。ありがとう不動明王。それに朱雀、玄武、ヤッコ、アシュラ、礼を言うのは我の方だ。この力は他ならぬお主が引き出したのだからな。よくやったな。今ここに全ての剣舞魔人がお主を真の力の使い手と認めた。月並み東馬よ、我らはお主に語らねばならぬことがある。我ら剣舞魔人がなぜ妖精剣を死後していたのか、我らがなぜ空泣きを解放させたのか。よし、剣舞魔人の真実教えてくれ、不動明王。別に自分らの意志で解放したわけじゃないんやろ。はるか昔、五本の妖精剣は空泣きによって呪われた恐ろしき魔剣であった。妖精剣が呪われていた？うん。さよう。かつて空泣きの手によって呪われた妖精剣。我らはそれに宿り、空泣きを封じたのだ。あ。そして数千年もの間、妖精剣を死後してきた。それが我々剣舞魔人なのだ。でも、妖精剣が揃ったことで空泣きが復活してしまった。一体どうして？それこそが、空泣きを打ち滅ぼす唯一の手段だったからな。空泣きを復活させることが、完璧に消滅させるってこと？かつての我々は空泣きのおぞましい怨念を、ただ封じることしかできなかったが、五本の妖精剣を操る魔導鏡使いが現れれば、奴の怨念を打ち払うこともできたのだ。だから俺たちは待ち続けたのさ、トーマ。お前が目覚めるその時をよ。うん。魔導鏡を使えて妖精剣を集わせ、空泣きを打ち倒す。それが我らの宿命だったのだ。じゃあもともと理由知っとったんやん、知らんとか言って。僕が空泣きを倒す鍵だったのか。本来であれば、何時の目覚めを待ってから空泣きを解放すべきであった。だが、長き時間で力を増した空泣きの怨念は、封印から抜け出す力を得てしまった。そしてその怨念で、悪しき神魔を操り、自らを復活させる手段をも知ることとなったのだ。あとはお前さんも知っての通りさ、空泣きは嘘の伝承で妖精剣を鬼族に集めさせ、五本の妖精剣を使って自らを解放するに至ったってわけや。そっか。みんなの封印は空泣きに利用されてしまったんだね。うん。何時の目覚めは不完全ではあったが、この機は逃せぬ。我々も空泣きの思惑に乗るしかなかったのだ。なるほど。しかし、想定よりも早い空泣きの解放は、妖魔界に大いなる脅威をもたらしてしまった。今度こそ空泣きをぶっ倒す。それが俺たちにできる、せめてもの償いだ。その真実はみんなは知ってるのかい？わかった。僕らの手で必ずみんなを助けよう。でも、剣舞魔人の宿命、なぜ今まで話してくれなかったの？空泣きの怨念を世界から完全に消し去るには、奴の心に渦巻く、憎しみを清めねばならん。だが、魔導鏡使いの力で空泣きを撃つという我らの目的まで気づかれるわけにはいかなかった。空泣きに気づかれるわけにはいかなかったってこと？ああ。ああ、そういうことね。空泣きがそれを知りゃ、どんな手段を使っても、お前さんの命を狙いに来るからよ。あ。そなたは我らの希望、どうしても守りたかったのだ。
今まで黙っていてすまなかった。僕を守るために。辛い思いをさせてしまったな。だから今こそ、お前に全ての力を捧げるぜ。我らの力、お主の信じるままに使ってみせよ。その心の輝きに、我らは応えてみせる。よし。わかったよ、みんな。僕、きっと空抜きを止めてみせる。不動明王もディスコは触れないの。我のことは小僧の姿でも呼び出すがよい。またお主の力になろう。お？防衛にもなれるの、マジで？お主と共に剣を振るえば、我も心強い。それに、腹いっぱいチョコボ食って強くならなきゃな。なんだって俺様は最強を超えるんだからよ。うん。チョコボをたくさん用意しておくよ。これからもよろしくね、ボーイ。やっぱこっちがいいよ。我とか言うより。目覚めよ不動雷鳴拳、バッチリ解決。じゃあどっちの性格も本物なんかな。おー、みんなのレベルが上がった。チョコボー23個、いいやん。うわ、すげえな、かっこいい。みんなおるまんまな。超かっこいいやん。ああトーマ、お前と一緒なら絶対にやれるって信じてるぜ。空泣きの野郎、ぶっ飛ばしてやろうな。あ、俺らの力とお前さんたちの力、全部空泣きに食らわしちまおうぜ。ここまで来たんだ。絶対勝ってやろうな。俺たちも全力で戦うからよ。うん、我ら剣舞魔人は何時らと共にある。妖精剣の力、存分に振るうがよい。決戦の時は近い。その泣きとの因縁、必ず決着をつけてみせよう。何に吠えてるの？ちょっとそれ後からにしてくれる？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでこれで不動明王も戦闘中に憑依させることができるようになったし、この世界ではあとは秋のりか。頑張ってこう。